はい、どうも、菊田です。ネットビジネスでよくある、質問、初心者に多い質問あるあるよう分かりませんけれども今回はですね、ネットでお金を稼ぐとき何から始める、何をすればいい、何をすればいい。そうですね、まあ商売することなんで、ネットでお金稼ぐ、あと何ある、本当に、まあ基本的にはアクセス集めるとか、こう友達とか、あのツイッターとか SNS で言ったら、このフォロワーとか集める。でもうサイト、ブログやって、本当にアクセス、もう日々のアクセスとか、メルマガとか、そういった、なんていうかな、まあ LINE アットとかで言ったら、まあなんていうかな、読者とか友達を増やす、ことが、まあそれをね、メディアを育てるって言いますけど、メディアを育てたり、まあ、あのメルマガとかで言ったら、まあリストを取るとかって言いますけどね、リストって何かって、見込み客を取るっていうね、まあそんな感じですかね。でその中でどれから始めたらいいですかって言いますけど、結局自分が例えば今ね、あの使ってる交流のものだとかっていうのは、あの使っていけばいいし、本当によく電話する人もいたりとか、本当によくあの PC メール使う人もいるし、本当によく Facebook 使う人も、 Instagram よく使う人も、ブログ今ずっと更新してブログでやり取りする人が多いと思うし、まあいろんな人いるんですよ。僕案外 Facebook とか、SNS で言うと僕 Facebook 一番好きです。どれが得意とかそういうかじゃなくて一番好きなのは Facebook ですけど、まあそういうね、まあ媒体を育てるとかね、仲間を作るとか、共感できる人たちとか、見てくれる人を、まあ増やす、ことを、まあ始めればいいんじゃないかな。で、おいおいね、結局それで何か販売する、紹介するとか、そういうアクセスが集まってるんだったら、そのアクセスもったいないから、何かお金に換えられないかなとかって思ったら、その時にまた検索したら、アドセンスだとか、アフィリエイトだとか、ね、アソシエイトだとか、もういろいろ出てくるのよ。あの、広告系、メディアビジネス系っていうのが。まあ、その中でまた選んでね、いろいろ選ぶなり、これ全部やってみるなり、試していけばいいと思います。まあ、それで、まあ、最短最速で、まあ、最短でこう、無駄な時間使わずに、あったものも含めて、ちゃんと稼ごうと思ったら、正しいやり方とか、やるべきことの順番とかが教えている商材、教材、塾なんかに、入って、ちゃんと学べばいいと思います。はい、以上、菊田でした。じゃあね。